はいどうもこんにちは。未だに仮面ライダーゼロワンをリアタイ視聴できていない岩下水雲です。そんなわけで今回はこちらの紹介です。仮面ライダーの変身アイテムの触眼版、触眼プログライズキーの第1弾です。今回の変身アイテムプログライズキーの方も触眼とあとガシャポンの方でも展開されるってことでね、デラックス版のやつは普通に持ってるんだけど、触眼だとどうなるのかっていうのも気になったんで買ってみました。それぞれもうデラックス版のプログライズキーは持ってるんですけど、この触眼とでねどう違うのかっていうのが気になるんでね、今回はこちらを紹介していきます。とりあえず第1弾のラインナップはライジングホッパー、シューティングルフ、ラッシングチーター、こちらの3種類です。3話目にしてゼロワン、バルカン、バルキリー3人がとりあえず出てきましたからね。オープニングの方にもあとなんか2人ほどよくわかんない人いたけど、あの人たちはいつ出てくるのか。箱を持ってみた感じね、思ったより重量があるんですよね。こうやって持って重さ比べても全く遜色がない重さ。箱の方には各ライダーと入ってるプログライズキーが書かれていて、箱の横にはラインナップで、箱の後ろ音声の種類結構あるね。ジャンプ、グランホッパーズアビリティ、ゼロワンドライバーと、ビアガライズ、ライジングホッパー、英語の方もちゃんとある。ショットライザー、黄色がゼロワンドライバーで青がショットライザーで、これが滅亡人雷ネットっていうのがあるね。これどういう音で、その後にも一応ライジングホッパーって言ってる。とりあえず開けてみましょう。ちなみにこれ一応触眼だけど、ガムとラムネどっちだ。いや、とりあえず中身用意。よいしょ。あー、こっちラムネの方だ。そしてあとはプログライズキー。あー、シール、キーを展開した時に出てくるロボットの中身のやつ。本体とシールが入っていて、特に組み立ては必要なさそうだね。見た目はそんな変わり、あ、変わってるとこあった。ここんところデラックス版だと認識のボタンがこれ上下2つあるんだけど、触眼版の方は1個だけだし、なんだったらここをなんか全体的に押すようになっている。ほんで後ろの方、ボタン電池は最初から入ってるみたいだけど、こっちは必要なのが2個だけで、しかも若干めんどくさいネジで開けるタイプになっている。ネジの方がコストかからないってことか。なぜかここんところもネジが新たに追加されているね。ここの蛍光イエローの方も若干色味が違う。やっぱね、デラックス版の方が色は鮮やか。とりあえず開いてみるか。いよいよ、うわ、すっからかい。中身は割と空洞が目立つね。デラックス版だとシールの方はもう最初から貼られているから中身が見えないんだよね。こういう風になってんだね。このまま素直にシール貼るのもいいけど、こういうスケルトンデザインっていうのがなんかちょっと男心くすぐるっていうか、昔のゲームボーイとかゲームボーイアドバンスとか絶対スケルトンカラーっていうのがあったからね。中の機械が見えるっていうのはちょっとワクワクするな。そしてね、これ開いた時の感触、すんごいね、なんか緩いっていうか、すんなりしてるっていうか、なんかね、開けた時の感触がデラックス版とは違うんですよ。買い持ち上げると、ここだ。この辺りでなんか一回、こうクリックみたいなのがあって、で、開いてもう一段階、ここ、この辺り。この辺りまで行くともう一段階のクリックみたいなのがあるから、クリックを踏むこの間のところに特になんか抵抗っぽいのがないからちょっと緩く感じるのかな。せっかくシールも入ってるから貼っちゃおうか。さすがにこれはシールライブいらないかな。ちゃんと合わせてずれないように。よいしょ。多分綺麗に貼れた。ちなみにこれがシューティングウルフとラッシングチーターのスケルトン状態。やっぱなんかスケルトンっていいな。そんでこれ貼るシールなんだけど、台紙から外すとよくわかるんだけど、ここ足、本来だったらシールで切られちゃってる部分も微妙に見えるっていうお得感もなんかちょっとある。多分イラスト的には全身イラストもちゃんとあるだろうから見てみたいな。そんなわけでこちら2つも無事シールを貼りました。デラックス版と並べてみると、まあパッと見そんな違いはわかんないけど、デラックス版の方が若干色が暗めなのにはちょっとまあ理由があるんですよね。よく見たらこれ上のボタンのところも色が全然違うわ。あとは触眼版だとこのリセットボタン的なのもなくなっているね。てかそもそもこの触眼版は上のボタンすら押せない。あれだ、ライドウォッチのボタンと一緒だわ。多分ここを押すことによって音声が流れるっていう手法だから、ここの面積が広くなってんだね。よ、それじゃこちら音声聞いていきましょう。とりあえず絶パンダ。絶縁シートを剥がしたら横のここのボタン、ここを押せば音声が流れます。なんか音質も普通に問題なかったかな。比べなければそんなに気になんないぐらいかな。そしてもう一つ違いがありましたね。そうです、こちらの触眼の方には発光がありません。まあそりゃそうだよな。本来だいたい定価が1600円のものが、いろんな部分削りに削って500円台に収めたってことだから、光らないのはまあしょうがないことだ。さあそんなわけで他の音声も聞いていきましょう。ジャンプの次が
グランホッパーズアビリティで、その後に流れるダダダダダダってやつもちゃんと流れたね。で、次がゼロワンドライバー、ゼロワンドライバーの起動音で、4つ目最初の方ちょっとなんか小さく大気音っぽいのが鳴っていたね。英語までしっかり言ってくれるし。で、こっからがショットライザー。で、次が滅亡人雷ネットのやつ。どんな音が出るんだろう。ドット入りなんだ。滅亡人雷ドットネットなんだ。これで滅亡人雷の方の何かになったのかな。で、最後がこれ。なんかもしかしたら今後滅亡人雷ドットネット側のなんかおもちゃが販売されるのかもね。とビアがライズライジングホッパーっていう前のなんか大気音的なやつがゼロワンドライバーとショットライザーと滅亡人雷の方でね、微妙に長さが違うんですよね。それこそオープニングに出てきた謎のライダー2人が変身するために使うアイテム用なのかもしんない。とりあえずちゃちゃっと他のも聞いていきましょうぜ。パンダ、一つ目2つ目 Werewolf Ability、 3つ目 Zero One Driver、 4つ目 Shooting Elephant、 The elevation increases as the bullet is fired、 5つ目 Shot Riser、 6つ目7つ目滅亡人雷ドットネット、ラスト8つ目シューティングルーフェー。さあお次はこちらもゼッパンダ。そのうちパンダのプログライズキー出ないかな。1つ目2つ3つ4つ5つ目シャットライザー、6つ目ブラッシングチーター。 I tried to outrun this demon to get left in the dust。 7つ目滅亡人雷ドットネット。8つ目ブラッシングチーター。 I tried to outrun this demon to get left in the dust。というわけで単体で聞ける音声は以上です。てか、食玩の時点で8つも音声聞けるって何気お得感やばくない？本来だったらゼロワンドライバーだったりエイムズショットライザー買わないと聞けない音声なんだけど、その辺の変身アイテムがなくても単体で聞けるっていうのはなかなかお得なんじゃないかな。さらに滅亡人雷ドットネットまで入ってるしね。もちろんちゃんとこちらのゼロワンドライバーと組み合わせても遊べるんでやっていきましょう。ゼロワンドライバーと連動させて遊ぶにはね、ちょっとなんかいろいろ手順が違くて、もちろんここの部分を押しても音声は流れないんで、まずは横一回押して、で、もう一回押す。で、さらに三つ目。このゼロワンドライバーまであらかじめ押しておく必要があるみたいです。そしたらスキャンエリアにかざすと、はい。ちょっと一旦止めて、そう。本来だったらデラックス版では言うんだけど、食玩版では連動して Also Rise とは言ってくれないんですよね。というわけで改めてやっていきましょう。スキャン。Also Rise。自分の口で言えばいいんだよね。で、キーを展開させて、装填。はい、これで変身できました。3つ目まで音声を押しておく必要があったのは、ベルトの中に入れた時にちょうど4つ目のトービアがライズが鳴るようにするためなんですね。ということなんで、残念ながらこの状態でプログライズキーを押し込んでも、
殺技には対応していません。これ単体で遊ぶ分にはちょっとお得感は感じたけど、ゼロワンドライバーと組み合わせて遊ぶってなると物足りなさがありますね。まあそこはね、ほんと食玩だからしょうがない。そして次はこちら、サプライズ。エイムズショットライザーと連動して遊ぶ場合はこちらのボタンを5回押してから、これショットライザーって言わせてから装填。それじゃあやっていきましょう。これで装填するんだけど、こちら30秒経ってしまうと今まで押してきた回数がリセットされてしまって、多分ね編集では切ってるけど30秒以上経ってるから、うん、ここのバレットってとこから始まります。だからまたショットライザーまで押さなきゃいけない。で、これでも早いところ装填。大気温流れるんでトリガーを引く。はい、というわけで今回はこちらの食玩プログライズキー第1弾紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。変身ベルトとかと組み合わせてのちょっと連動の方はね、残念なところはあるけど、デラックス版の方では聞くことができない滅亡人雷 .net の音声が聞けるしね、単純にもう音が聞きたいっていう人にはすごくいいもんなんじゃないですかね。とりあえず今回はこの3つがラインナップされたけど、今後はどうなんだろうね。まあ普通にフライングファルコンとか出てくるんだろうけど、どうせならあの中山腹筋崩壊太郎とかが無理やりねじ込まれていたあのプログライズキー、滅亡人雷の人たちがなぜか持っているプログライズキー、あの辺食玩で販売してくれたら嬉しいね。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。